ゆーまさん、今回ですね、LINE の方でメッセージありがとうございます。はいまあ、Facebook の方とちょっと名前が違かったんですけど、詳しく書いていただいたので分かりました。はい一応ですね、Facebook 僕の,あの、一応メッセンジャーはですね見てるんで、まあ、大丈夫なんですけど、一応 Facebook も僕、活動停止してますので、まあ、メッセンジャーでメッセージ来たやつは、まあ、対応しますけども。 できれば LINE の方でいただけるとこっちはもう結構常にお客さんとのやり取りで使っているのでこっちにいただけると嬉しいかなと思いますであとはですねうんその、まあ、その精神的にですねうん弱いというところなんですけど僕もですね精神的に弱いですめちゃくちゃ弱いですよ自慢じゃないですけど <laughs> え吉谷さんそんなに見えないですよそれは見えないですよね それは見えないですよ。それは,それは見えないですよだからそこは見せてないんだ、あんまり。だから僕、落ちると、半端なく落ちちゃうんで、だから自分で自分を知ってるんで、だから常にテンション上げてるんですよ。一回落ちるともうだめなんですよね。とことん落ちるんで。<laughs> まあ、僕の、えー、うちの母ちゃんもですね、躁うつ病20年か25年かな、歴で、まあ、自殺未遂もしたんですけど、うんまあ、その DNA が入ってますんで、血がね、血が流れてるんで。 そういうい部分も僕も僕あります。ただ僕はありがたいことにですねビジネスをもう十何年やってきて勉強した結果そのまあ心理学的要素だったりとか人が人の仕組みですね脳の仕組みを、うんまあ、勉強したというか、うん、まあまあ,あのトマビィさんのやつも結構本読んだりとかもしたんですけど、まあ、その人間の仕組みですねあこうなるとこうなるっていうのが大体分かってしまったんであの 僕も器持ってるんですけれどもそれを自在にコントロールできるようになりましたコントロール、うん、だそれはまあ十何年やってきたっていうのがあるのであれですけど、まあ、すぐにねそれをコントロールできるってことは難しいと思いますけどもうんそう、うん、そうだからまあんだろうな まあ、自分一人でその稼いでいくんであるならばやっぱその気持ちの部分が結構大事なんですね、まあ、スポーツで言うならば心義一体で、まあ、ノ,ウハウノウハウを勉強して成功できるんだったら本屋で成功できるんですよ本,の本でノウハウいっぱいあるじゃないですか本屋に、うん、だからそ、まあ、僕の塾でも、まあ、無料の動画でもいろいろ言ってるんですけども、まあ、全部必要なんですよね全部、うん、だからこ,こはうん もちろんその稼ぐための知識も必要だしその稼ぐ知識ノウハウを活用するマインドも必要だしっていうところでまあこれはですねうん,なんで何言えばいいんだろうなまあいろんな言い方を僕はしてるんですけどもまあこのメッセージからちょっとお伝えするとするこの頂い,いたメッセージからお伝えするとするならばうーん この弱い部分を鍛えよう鍛えようとしてるじゃないですか、うんまあ、悪くないんですよ精神的に弱い部分を鍛えよう鍛えようとしてるのは悪くはないんですけれどもでもそれでうまくいってないわけじゃないですかということは鍛えるっていうことはしなくてもいいんじゃないかなっていう、うん、自分を知るというかあとこれねすごく最近僕イチロー選手のインタビュー見てめちゃくちゃこれすげえなと思ったんですけどイチロー選手は知ってますよね イチロー選手がそのインタビューを受けてたんですけど、一郎選手すごいですねみたいな。で、その体作りの話になったんですけど、イチロー選手当時、8年間ぐらいし体作りに関して失敗してたらしいんですよ、まあ、どういう失敗をしてたのかっていうとあの、野球ってシーズンオフがあるじゃないですか、でシーズン始まる前に体作るわけですよね、あのウェイトトレーニングしたりとか、走ったりとかしてであの、シーズン入る前にめっちゃマッチョになって、おお、すげえぞみたいな。 で臨むんですけど全然スイングスピード上がらないみたいななぜスイングなぜスイングスピードが上がらないかっていうとここら辺めっちゃ筋肉モリモリだからスイングスピード上がらないんですよねで気がついてシーズンがもうちょっと終わりかけになってくるとどんどんまあ体が落ちてきてでそうするとバッタースイングが速くなるとでこれをまあ気づかなかったらしいんですねで8年間ぐらいそれをややってうまくいかなくてでようやく気づいたとうん その人にはその生まれ持ったバランスっていうのがあると、うん、とえでこの例え話が僕、雷走ったんですけど、そのウエイトトレーニングの話でイチロー選手があのインタビュアーの人に、あのチーターとかライオンってウエイトトレーニングしますみたいな、しないでしょうと、<laughs> まあ確かにしないなと、だけどチーターとかクソ速いじゃないですか、ライオンも強いですよね、ウエイトトレーニングしてなくても。 だから人それぞれっていうのは本来持ってるバランスがあるから、まあ、そのバランスをよくすればいいんだよみたいな、うん、っていう話をしてましておみたいなだその鍛えなくても自分も自分の体を知るというかでじゃあ自分の体をすごく理解した上で何が必要な必要な要素ですよね例えばイチロー選手だったらストレッチが必要みたいなウエイトトレーニングじゃなくてストレッチみたいな、ね、柔軟な体みたいな ユージロー選手は1時間確かあの球場入ったら時球場試合前の1時間半ぐらいずっとストレッチするんですけどだからまあで自分を知るっていうことが大事なんじゃないかな、うん、と思います。じゃそれに対して必要なエッセンスは何なのかっていう僕も自分で自己分析して必要だなと思うこと落ちそうだなと思う時ああじゃあこれをやればできるなとか,か要は。 例えばですよ、僕だったら、まあ、車好きなんですけども、もうしんどくなって落ち,落ちそうになったらですね、ま,あ、ま真似しちゃいけないんですけど、あの東京で仕事してた時とかは、首都高で、まあちょっとぶん回すんですけど、まあ、生きるか死ぬかっていうのをやるんですよ。<laughs> で、そうすると、生きるか死ぬかで飛ばすんで、まあまあまあ悩み事もクソもないですよね、生きるか死ぬかなんで、そこに集中するじゃないですか。だから忘れるんですよ。生きるか死ぬかですから。 まあ危険なんでこれはねおすすめできないですけど。とかなんかその自己解決できる別に何でもいいと思うんですよ。まあ今の僕の方法は全くおすすめできない方法ですけど何かその自己解決できるものを見つけるっていうことですね。まあカラオケが好きだったら一人カラオケでねそれでガス抜きみたいなのあるわけじゃないですか。とかなんかその人に合った自分に合ったそのガス抜きっていうか落ちた時にその治療方法ですよね。 うん、うちの母ちゃんなんか薬漬けでも2二十何年薬飲み続けてますけど薬飲んでも治んないんで、うん、そう自己解決できる能力ですよねまあ自分を知って自分がガスが抜けるあのフラットになれるものを見つけるっていう鍛えるんじゃなくて見つける作業ですよね何,何してる時楽しいのかなとか何し,とき何してる時ワクワクするのかなとか。 うーんとかそういうところを見つけることが大事なんじゃないかなと思いますまあそうですね、はい、だから鍛えよう鍛えようと思っても、あのー、うまくいってないのが実事実じゃないですかだからそのうまくいってないんだったら違う方向性を活路を見いだす例えば僕も商品販売する時に、まあ、うまくいかない時もう,うまくいかない時もあるわけですじゃそしたらあじゃあこれはうまくいかないから次こっちやってみようあこれうまくいかなかったらこっちやってみよう じゃあ今度こういうをやってみようみたいな感じで変えていくんですよね。うん。だけど一つに執着してやってるとうまくいかなかったりするわけですが。もちろん一つに絞ってずっとやり続けることも大事なんですけれども、まあ臨機応変にやるっていうことも大事ですよね。うん、はい。ということで、えー、軽くなんですけれどもいただいたメッセージに対して僕のまあ見解の方を、えー、言わせていただきました。また何かわかんないこととかご相談あれば。 ラインの方でメッセージいただければなと思います。では、ありがとうございました。